ドローン持ってきたんですよ。今からこいつでこの景色撮ってやろうと思うんで。はい、どうも、くさりです。私現在フリーのカメラマンとしてニュージーランドに来ておりまして、今回の動画なんですけども、引っ越し先を求めて、初めて行く街へ行きましょう企画。はい、ということで、ちなみに私が現在引っ越し先を求めている理由につきましては前回の動画に上げてますんで、そちらを見てください。よろしくお願いします。で、早速今回の街についてなんですけども、僕が今住んでいる街から片道450キロ、だいたい5時間ですね、片道で。まあ、まるで大阪から東京までの道のりのような、まあ遠いあれですけども、うん、では早速行きましょう。で、今回行く街についてなんですけど、ニュープリマス、ニュープリマスっていう町です。で、ちなみに前回はあのタカプナっていう町に行っておりまして、そこだいぶチルな町だったんですよ。で、今回行くニュープリマスっていう町もだいぶチルなんです。はい、実は私草木チルが大好きでございまして。あー、何言うてんねんで、ちなみに今回行くそのニュープリマスっていう町に大きく分けて2つ特徴がありまして、1つ目が町から徒歩5分でサーフィンができるビーチがあると。はい、もうサーフィン大好きな僕としてはね、それはもうぜひ行かないとあかんなっていう。で、2つ目が映画ラストサムライって皆さん知ってます？ラストサムライっていう映画に、なんかね、その富士山が出るシーンがあるじゃないですか。富士山が出るシーン、その撮影地でもあるんですよ。え、今おかしいと思いませんでした？富士山が出るのになんでニュージーランドの街なんていう。そうなんです、ありがとうございます。そのニュープリマスっていう街に富士山にそっくりな、山富士山にそっくりな山があるんです、そのニュープリマスに。うん、で、その富士山にそっくりな山を富士山としてロケ地にそのラストサムライっていう映画したらしくて、まあ、ということでその2つ、サーフィンをできる街とラストサムライの、まあ、富士山の、まあ、代わりとなった山があるということで楽しみにしておりますが、はい、それでは行きましょう。引き続き、はい、到着いたしました、ニュープリマスですね。片道4時間半かけて来たんで、今着いたばっかなんですけど、夕方の5時半です。で、今から30分後に4時間半かけて帰ります。ちなみに今おるビーチはこんな感じ、めっちゃ綺麗ちゃう。あ、サーファーさんや、めっちゃ綺麗ちゃうんですね。このビーチが今来た町から歩いて5分の距離なんですよ。めっちゃええ感じちゃう。はい、無視されました。はいって言ったら無視された。シンプルにショック。こんな感じですね。いいね、めっちゃええやん。で、近くに無料で使えるトイレとか、あとシャワー室もあるということで素晴らしい。それは日本人でもあるなえ、めっちゃええやん。めっちゃ腹減ったんで、この街のちょっと飯食おうと思ってて、今からおすすめのレストラン探すかわいい、かわいい。Is this yours? Is this yours? Yeah, so, so cute. Yeah. Yeah. And also, can I ask you, I'm looking for restaurant where you think best? Because this is my first time to, I came、yep. to this. Best, what kind of food do you like? What kind of food is a...like Italian?No. Junkie? Junk food? Yeah, junk food. Okay, so there's an American, there's an American... Thank you, bye-bye. 6割、7割ぐらい聞き取れませんでした。マクド行こう、マクド。可愛かったな、さっきの犬。面白かった。で、街並みはこんな感じで、見てもらったら分かると思うんですけど、高い建物が一個もない、素晴らしい。こういう田舎町を俺は求めていました、マジで。ほんで夕日がごっつ綺麗なんですわ。うん、最高の街じゃないか、ここ。ここに引っ越そうかな。なんもないんですよ
必要なものしかないんですよ。スーパーとか、まあ、そういうことなんかね、そのメカニックの、 あの車の整備工場とか、そういう必要なものしかなくて、この街には。うん、まあちょっとしたレストランとかね、それでええ。ああ、娯楽施設いらん。皆様、最初の冒頭でも言った通り、この町にはラストサムライでのそのロケ地にもなった富士山があるって言ったじゃないですか。まさにこれです。うん、富士山やん、そっくりやん。で、そのね、ラストサムライの映画の中で、ま、富士山のシーンを撮影したのがここらしいんですけど、このね、山らしいんですけど、ここで思ったのが、なんで日本の富士山じゃなくてここのね、ニュージーランドのこの山で撮ったんやろって思いません？皆さん思いますよね。うん、なんでなんですかね。理由知ってる方もしいましたら、この僕の動画のね、コメント欄にどうぞよろしくお願いいたします。いや、でもしかし富士山そっくりやねこれ。はい、到着いたしました。こちらが2軒目のビーチになります。めっちゃ綺麗ちゃいません？で、僕ねドローン持ってきたんですよ。今からこいつでこの景色撮ってやろうと思うんで、よろしくお願いします。最高やでー。はい、どうでしたかね。ドローンの映像はめちゃめちゃ綺麗やと思うんですけども。で、最初僕が聞いた情報の通り、このサーフィンのできるビーチが、ほんまに街から徒歩で5分の距離やったんですよ。めっちゃ最高じゃないですか。なんで結構前向きにね、この街への、引っ越しを前向きに検討したいと思います。みんなもね、ぜひ海外に来てほしいと思ってて、例えば僕って今すごく不安定な生活してるじゃないですか、ぶっちゃけ。ね、なんか実家に住むとか、どっか会社に所属するわけではなくて、すごく不安定な生活してるわけなんですけども、すっげー楽しいんですよ。で、その理由が、冒険してるから。うん。良くも悪くも先がわからない冒険をしてるから、もうすっごい楽しいんですよ。皆さん幼少期にポケモンとか、ドラゴンクエストしたことありますかね？あれって、最初はまあ地元のまあマサラタウンとかちっちゃい町から出て、で手持ちのポケモンはレベル5のまあ人影とか弱いやつじゃないですか。でそっから殿堂入りをするっていう目的を持って、1つ目のバッジ、2つ目、3つ目のバッジをクリアしていくごとに、だんだん相手のレベルも自分のレベルも上がっていくっていう、まさに冒険じゃないですか。そんな感覚なんですよ、この海外に。ノープラン、ノープランちゃうわプランありますよ、もちろん。もちろんプランありますけど、海外にこうやって独り身で来るっていうことはそういう感覚なんで、もうすっげえ楽しいです。うん、そうなんですよ。だからこの動画を見てる、まあ、学生の皆様や、そのこれから会社を辞めて海外に行こうかなと思ってる社会人の皆様ですね、よかったらこの動画を見ても勇気を出して、ぜひね海外にチャレンジしてほしい。外の世界ってめちゃめちゃ面白いんですよ、マジで。ほんで綺麗やし楽しいし、うん、先がわからない人生ってめっちゃいいっすよ、本当に。というわけでね、皆様今回の動画も見て少しでもいいなと思ってくださいましたら、評価のいいねとチャンネル登録をどうぞよろしくお願いいたします。今ね逆光で顔真っ黒なんですけど、僕の顔見えてますかね？見えてねえか。 OK。 なんで皆様最後までご視聴いただきまして本当にありがとうございました。また今後ともですね、ぜひぞひぞし投稿していくんでよろしくお願いいたします。ほな、ありがとうございます。イエーイ。